k 王7 0 0 0系電車は1984年から1996年にかけて190両が製造された k 王電鉄、k 王専用の通勤系電車である。k 王専用としては初のステンレス車体を採用した車両である。当初は各駅停車用として5両編成として製造されたが、 特定都市鉄道整備促進特別措置法による輸送力増強過程と統計列の製造期間が重なったため徐々に編成量数が長くなっていった。製造途中で車体構造が変更され2種類の外観の車両がある。2003年から2012年にかけて制御方式を堺地直波制御から VVVF インバータ制御に更新する工事が行われた。 本校では、京王線上での東側を、新宿より、西側を、京王八王子よりと表現する。編成単位で表記する必要がある場合は、新宿より先頭車の車両番号で代表し、7701編成のように表現する。京王電鉄では、京王八王子駅よりを1号車として車両に、号車番号を表示しているが、 本校では各種文献に習って新宿駅よりを左側として編成表を表記し、文中に例えば2両目と記述されている場合は新宿よりから2両目であることを示す。京王線系統用の車両としては初のオールステンレス車体を採用したが車体寸法は6000系とほぼ同一とされ、6000系のマイナーチェンジとして位置づけられる。京王線用車両は優等系列車に 申請した車両を投入し、その時に連出された車両を各駅停車に転用する施策が取られてきたが、7000系投入までに優等系列車の6000系への置き換えが完了していたことから、7000系は各駅停車のサービス工場用として、当時の各駅停車の標準編成である5両編成で製造され、旧型車を直接置き換えた。将来の長編成化 予備部品の削減を考慮し、主要機器は6000系とほぼ同一とされた。京王では、特特法により朝ラッシュピーク1時間に、新宿に到着する全列車を重量編成化する、輸送力増強を行い、1987年から工事7000系の製造期間は、この輸送力増強期間と重なり、製造の都度調編成化が行われている。 1986年から8両編成の製造が始まり、5両編成で製造された編成も中間車を追加製造して、すべて6両、または8両編成となった。8両編成の一部は後に中間車を追加して10両編成化されたほか、増欠用の2両4両編成も製造され、1996年の製造終了時には2両4両6両10両編成が、 各5本、8両編成10本の合計190両となった。初期に製造された車両はコルゲートを側面窓上下に備えていたが、8両編成で製造された編成のうち最後の5本とすべての2両4両編成は設計変更によりビードプレスの車体となった。造血用中間車は車体構造を組み込まれる編成に合わせたため、 コルゲート車体でもビードプレス車体よりも新しい車両がある。2002年10月に帯色を赤から KO レッドと KO ブルーに変更している。2001年から内装を中心としたリニューアル工事が2003年から制御装置を VVVF インバータ制御とする工事が行われているほか、2010年からは編成組み替えが行われている。 登場時のスタイル左側がビードプレス仕上げ、右側がコルゲート仕上げ20メートル両開き4扉、窓間にトブクロ窓2枚、1枚加工窓2枚を、車端部にトブクロ窓と1枚加工窓各1枚を備える、基本配置、基本寸法は6000系と同様だが、窓がサッシレスになると共に隅に丸みを設け、優しさを出している。ステンレス車で飛ぶ窓を備えるのは、 珍しく、7000系登場当時の紹介記事には、20メートルの軽量ステンレス車では、全国書と記載されている。生息面相下には、当時の軽応色である赤帯が巻かれた。巻いた部中央には車側灯を挟んで、種別表示装置と行き先表示装置が配置されている。先頭車正面形状は6000系に類似し、中央に貫通扉が設置され、 全面窓上に行き先表示装置、種別表示装置、車合板、標識等がある。窓サイズが左右同一となり、6 0 0 0系運転室窓より、下方に100ミリメートル拡大されている。角形になった全小灯と微灯が一つの箱に収められて、正面赤帯下に設けられた。正面角部には銀色に塗装された、FRP 製カバーが取り付けられている。 1986年までに製造された車両は、側面窓の上下にコルゲートがあったが、1987年以降、編成単位で製造された車両からビードプレス車体となり、先頭部ホロワクと3番が廃止されるとともに、全面創価と各部 FRP カバーがクリーム色に塗装され、外観の印象が変わった。1987年製造者の未生側面窓の、 上に赤帯が巻かれたが、すぐに撤去されている。室内の色調は、当時の慶応新造車の標準である、クリーム色の壁に白色の天井、レンガ色の座席もケットとされたが、キルティングにより一人ずつの専有区分が明確化されたほか、座席先端から2 5 0ト、mm、ルのところで床の色を変え、着座客の足位置を暗示する工夫がなされている。クーラー吹き出し口を、 直線上とし、平ら天井を採用したことから、天井高さが6000系に対して、約3 5ト、mm、ル高くなっている。座席は、ドアガン7人掛け、車タン部4人掛け、1人あたりの幅は4 3 0ト、mm、ルとされた。運転台乗務員室は、基本的に6000系と同一とされ、両手操作のワンハンドルマスコンが引き続き採用された。 中央部に貫通路を備えるが、編成管を貫通して使用することが、製造時に想定されていなかったことから、貫通路固定式リードは設けられなかった。ここでは、製造時の機器構成について述べる。改造による機器の始め替えについては、関連項目に記載した。主制御装置、主電動機6000系と共通品を採用した。電動車は2両1ユニット構成とされ、 主制御装置は、デファ7000型に、日立製作所 HTR-20B を搭載した。5両8両編成では7100番内の電動車は、ユニットを組む相手がいない 1M 構成、直列14段で使用される。2両編成は1両単独構成とされ、デファ7400型に、日立製 MMCHTR-10C が搭載された。主電動機は、 直流副管電動機、出力1 5 0ットのものが電動車1両につき4台、搭載された。軽量化されたステンレス車としては、当時のダイヤでは余裕があるものの、予備品の削減と寿命延長を考慮した出力とされた。駆動装置は、KO 従来車と同様、WN 駆動方式が採用され、歯車比は85、16である。 制動装置制動装置は、日本エアーブレーキ製全電気指令式、電磁直通ブレーキが6000系に引き続いて採用された。電動車では回生ブレーキ力が不足した時に空気ブレーキで補っている。台車 TS-824 台車台車も6000系用を基本とする、車体直結式空気バネ式の等級車両、製造性 TS-823 動力台車、 TS-824 付随台車が採用された。台車枠がプレス構造とされ、TS-823 の軸距二は 2200mm、TS-824 は 2100mm である。前台車両加換式の踏み面ブレーキを装備する。七千7550型は TS-823 を装備している。 終電装置等用製 PT-4201、ブロイメットスリータ装備品がデハ7000型とデハ7400系の全車、6.8十両編成では、KO8 王子より戦闘車の隣に連結される、デハ7050系、2両編成では、クハ7750系のそれぞれ、KO8 王子よりに搭載された。補助電源装置1985年以前の製造車は、 AC200V、出力 139V のブラシレス電動発電機がデハ7050型とクハ7750型に搭載された。1986年以降の製造車では、静止系インバータが採用され、4.8両編成ではデハ7050型に各1台、2両編成ではクハ7750型に1台となった。 空気圧縮機マイフント質容量2130リットルの HB-2000K 及び1986年以降の製造者では、性能は同一で、小型低音の HS-20D が4.5両編成では、区波7700型とデ波7050型に搭載された。 6.80両編成では区波には搭載されず、デファ7050系全車とサハ7550型に各1台が、2両編成では、デファ7400型に1台が搭載された。冷房装置屋上集中式4 6 5キロワットの冷房装置が各社に1台搭載された。7000系は以下の形式で構成される。各形式とも固定編成中で、下2桁は、 同番号、または同番号プラス50となっている。ここでは1996年の製造終了時の両数を述べ、後年の改造については各項にまとめた。では、制御電動車及び電動車を、区は、制御車を、さは、不随車を、はは、普通座席車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。主制御装置、 パンタグラフを搭載する中間電動車である。パンタグラフは、KO8 王子よりに1機が搭載されている。4両編成の2両目、5.6両編成の2.4両目、8両編成の2.46両目、10両編成の2.58両目に組み込まれ、編成1により新宿よりから1200の位が0.12に、4両編成は100の位が2とされた。 デファ7050型というニットを組んで使用されることが基本だが5両編成と8両編成の4両目に組み込まれた7100番内の車両はデファ7000系単独で使用された。初代デファ7106デファ7112は8両、編成家事にデファ7206デファ7212に改版されている。1985年から1994年までに コルゲート車体の40両、ビードプレス車体の20両の合計60両が製造された。デハ7000型とユニットを組む電動空気圧縮機を搭載する中間電動車である。100の位はユニットを組むデハ7000型と同一で、4.5両編成の3両目、6両編成の3.5両目、8両編成の3.7両目、10両編成の3.69両目に組み込まれ、 6.10両編成では、編成1により新宿よりから順2 0 0の位が0.1に、4両編成は100の位が2とされた。8両編成の7100番台車は7100番台の、デファ7000型が単独で使用されたため製造されず、3両目が7000番台、7両目が7200番台とされた。初代デファ7156、デファ7162、 は、8両編成カジニでは7256で二7262に改版されている。6両編成の7100番台、8両編成と十両編成の7200番台の、京王八王子よりには、パンタグラフ1機が搭載された。1985年から1996年までに、コルゲート車体の35両、ビードプレス車体の15両の合計50両が、 製造された。6両編成の7150番台以外には補助電源装置が搭載されていた。2両編成で新宿寄りに連結される制御電動車でビードプレス車体の出派7421から7425の5両が1994年に製造された。電動空気圧縮機がない付随車である。10両編成の5両目に組み込まれ。 1996年にビードプレス車体のサハ7521サハ7525の5両が製造された。電動車化が想定されていない完全な付随車で TS-824 台車を装備する。電動空気圧縮機付きの付随車で8両編成の5両目と10両編成の7両目に組み込まれる。1987年から1992年に かけてサハ、左派7556、左派7565、左派7571、左派7575の、計15両が製造された。電動車化が想定されていたため、屋根上に、パンタグラフ取付用の台、客室床に、主電動起点圏外があり、TS-823 台車を装備している。新宿より制御車である、四両編成用には、 電動空気圧縮機が搭載され、100の位が8。1984年から1994年にかけて、区波7701区波7715のコルゲート車体15両、区波7721区波7725、区波7801区波7805のビードプレス車体10両の合計25両が製造された。 k 王八王子より制御者である。4両編成は7850番台、2両編成は7870番台。1984年から1994年にかけて、区七7751区七7765のコルゲート車体15両、区七7771区七7775、区八7851区八7855、 区波7871区八7875のビードプレス車体15両の合計30両が製造された。2両編成用は、KO8 王子よりにパンタグラフ1機を搭載している。ここでは、製造時のバリエーションと中間写真像による機器構成変更、改板についてまとめ、後年の改造については別項にまとめた。最初に製造されたグループである。 1984年3月から10月にかけて5両、10編成が1986年3月にに編成が入選した。電動車は日本車両製造製、制御車は東急製である。1986年製造車は補助電源装置が SIV に変更された。1984年3月9日、ハンデ MC 制御電動車 TC 制御車、M、中間電動車、T、付随車、コン、制御装置、MG、補助電源装置、SIV、補助電源装置、CP、電動空気圧縮機、PT、周電装置以下同じ。7713編成登場時のスタイル1986年10月11月に8両、編成3本が製造された。 両戦闘車と左派7550系、デファ7050型が、等級性、それ以外が、火車性である。神経式左派7550型が起こされ、7200番台のデファ7050型は、パンタグラフ付けとされた。デファ7050型は2両とも、補助電源装置、電動空気圧縮機搭載、左派7550型も、 電動空気圧縮機搭載となったため、両戦闘車はこれらの機器が非搭載とされた。1987年9月から11月にかけて、パンタグラフ付けの電波7050系12両が製造され、5両編成に組み込まれた。5両編成は、全編成が6両編成となった。7151から7156が等級制。 7157から7162は、ひぐるま製である。今回の新造車を空気圧縮機付けとし、区波7700系の空気圧縮機は撤去された。中期形式に格好がない車両が、今回の製造車。以下同じ。全面フォロワー区、3番が廃止された、区波7724987年11月から、編成単位で製造された車両は、 ビードプレス車体となり、車両番号か2桁が20番台に区分された。全面フォロ枠ワーク、渡り板廃止、全面各部 FRP カバーと、全面一部がクリーム塗装とされるなどの変更がある。1987年製造の2編成は、登場時製側面窓上にも赤帯があったが、すぐに撤去されている。1991年12月までに8両編成5本が、 製造された。最初の4編成は両戦闘車とでは7050系2両が東急製、それ以外が日車製だが、最後の1編成は編成前車が日車製である。7725編成は同年に申請された6000系後、扉車同様、車両番号の書体が慶応特有の角張ったものから一般的なオーブン書体に変更された。 4両編成、2両編成も同様の書体となっており、従来車も順次新書体に交換されている。8両編成化後の7711編成、5両編成で製造された12編成は、全編成が6両編成化されていたが、1990年3月に7711編成、7712編成が、 1992年1月から2月に7706編成7710編成の5編成が、いずれも東急車両で申請された中間車2両を編成中に組み込んで8両編成となった。新造中間車は新宿よりから4両目、5両目に組み込まれ、新編成で6両目、7両目となった車両は、改版された。 機器配置を既存の8両編成と合わせるため、区千7750系の補助電源装置は撤去され、デュ七7 0十5 0型に移設されている。1987年11月以降、編成単位で新造された車両についてはビードプレス車体となったが、6両編成の8両編成か中間車については既存の編成他車に合わせてコルゲート車体となった。客用ドアは、 窓横にも手掛けがあるタイプとされた。中期7706編成7710。編成の補助電源装置は BLMG。新編成の手波71067112は2台目。と、復帰されている車両は同じ番号を付けた2台目の車両であることを指す。以下同じ。括弧内は9番号。6両編成と連結して10両編成で運用するため。 1993年1月から1994年3月にかけて4両5編成が製造された。全車ビードプレス車体、最初の3編成が東急製、あとの2編成が日車製である。先頭車には7800番台、中間車には7200番台が付番された。1994年製の7805と7855。 正面にはスカートが設置され、以後在来車を含む全編成に取り付けられた。2両編成8両編成と連結して10両編成で運用するため、1994年3月から1994年11月にかけて2両5編成が製造された。全車ビードプレス車体、等級製である。新宿よりは制御電動車、デハ7400型となり、 6000系2両編成同様 1M 方式とされた。区ハ7750型にはスカートが設置されなかった。1996年2月から3月にかけて、ビードプレス車体の8両編成全編成に出ハ7050系、左ハ7500系、各1両を申請して組み込み、10両編成化された。k 王発の10両固定編成であり、 これをもって7000系の製造は打ち切られた。申請された、デハ7050型は7100番台に付番され、1M で使用されていた7100番台のデハ7000系の k o 八王子に組み込まれて、ユニットを組んだ。サハ7500型は伝送を考慮しない付随者とされ、パンタグラフ台がなく、新宿寄りから4両目に組み込まれた。番号末尾一二十二が、東急製。 それ以外が、日車製である。登場後、各種の改造工事が行われている。1986年以前製造の戦闘車に、対して、1987年以降の製造車と、同様正面装庫と FRP カバーを、クリーム色に塗装する変更が1988年頃に施行されている。中間連結面間に転落防止の外ホロを設ける。 工事が1997年から2001年にかけて施行されている。ワンマン運転対応機器が搭載された、区派7852の運転室動物園線の予備車として2000年に7801編成に、2008年に7802編成に、競馬場船の予備車として2009年に7421編成、7422編成に、 ワンマン化対応改造が行われた。7421編成、7422編成は、区ハ7871区ハ7872にもスカートが取り付けられた。2002年10月からの帯色を巻いた、スタイル2002年10月に全編成の帯色が、赤から8000系と同じ KO レッドと KO ブルーに変更されている。2001年10月に、 リニューアル工事を行った7701編成は、リニューアル工事出場時から帯色が変更されている。リニューアル後の7722編成。種別、行き先表示がフルカラー LED 化されている。2001年から2012年にかけて、リニューアル工事が行われた。床式物、化粧板が張り替えられ、床は、茶系の濃淡、壁は、 ピンクとパープルの濃淡の模様となった。バリアフリー化のため一部車両に車椅子スペースが設けられるとともに、2002年10月の施行者から、客用ドア上には LED 式の案内装置が設置された。座席表地はローズを基調とし、柄で着席区分を示すものに変更された。2003年からは、VVVF 化改造が合わせて行われ、2007年施行者からは、 バケットシートか、袖仕切りの大型か、座席部への掴み棒追加、UV カットガラスの採用による巻き上げ、カーテン廃止などの変更が行われている。リニューアル工事、試工事重量編成だった編成については、生息目見き先、種別表示装置の LED か、車内案内装置の LCD か、自動放送装置、 7204編成の社内情報システム2003年から2012年にかけて主制御装置をイベット素子の VVVF インバータ制御に更新する工事がリニューアルと同時に行われたリニューアル工事の未試行した編成についても順次遡って VVVF 化が行われている電動車と付随車の比率を1、1とするため6.8重量編成では 電動車1両が電装解除されて、開板。8両編成では、電動車の一部。10両編成では、付随車2両が、開板されている。8.20両編成で、電装解除された、デファ7000系のパンタグラフは、デファ7 0 0号0型に移設されている。主制御装置、主電動機は9000系用を基本としたものとされ、2両ユニットを組む電動車は、 ベフィー HR-2815C 型種制御装置が出派7000型に単独で使用される電動車にはベフィー HR-1415B 種制御機が搭載された。種電動機は出力 150kW のカゴ形参照誘導電動機 HS-33535 から 01RB が採用された。駆動装置は 改造前のものが流用され、歯車比も変更されていない。従来の境地直波車と連結して運用される際は、立候特性を境地直波車に禁じしたものに切り替えるよう、設定された。BLMG を搭載していた編成は7707編成以外 VVVF 可改造時に補助、電源装置を SIV に変更している。7804編成には、 LCD の車内情報システムが他社の LED 式と同じ場所、大きさで搭載された。中期デハ7106-7112、デハ7156-7162は製造時の番号に戻った。デハ7113、デハ7114、デハ7163、デハ7164は2台目。 復帰されている車両は同じ番号を付けた3代目の車両であることを指す。以下同じ。中期左派7571-7575 75は2代目。PT-7110 パンタグラフ2005年頃に全車のパンタグラフが東洋製 PT-7110 シングルアーム型に換装されている。ATC 車上装置の設置工事が ATC 運用開始に先立つ2008年度前後に行われている。一部編成に自動放送装置が設置され、2010年5月1日から使用されている。編成組み替えで蘇生された7811、編成2013年1月はカバダ駅重量編成での運用増加と共通化のため8両5編成を10両3編成。 4両6両各1編成に組み替える工事が2010年度に6両8両各1編成を4両10両編成に組み替える工事が2011年度に行われている4両10両編成は機器配置を既存編成と合わせているが6両編成は改造範囲を最小限とするため機器配置が既存編成と異なる10両編成は既存の編成の続き番号とされた q 7 7 1 5編成は、リニューアル工事、VVVF 改造と、同時試行。q 7 7 0 2編成は、VVVF 改造と、同時試行であり、q 7 7 1 5編成の2両のデ花7050系、q 7 7 0 2編成のデ花7150には、電装解除され、左派7550型となった。 千7 7 1 1編成の左派7511は VVVF 改造時に伝送解除されていたが、今回の工事で再伝送されている。2010年度試行者は7726編成以外改造前編成に合わせて、編成組み替え時にはバケットシート化が行われなかったが、2010年度、下期にバケットシート化が行われている。二千十一年度施行者は、 組み替え時にバケットシート化と袖仕切りの大型化が行われている。7726編成から7728編成は8両編成だった。97712編成、97714編成の4両目と5両目に97711編成と97715編成の中間車を組み込んで7729編成は、 97710編成に97702編成の中間車を組み込んで蘇生されたものであるが、7729回は2020年2月に廃車された7711編成は、それぞれ8両編成だった、97715編成の新宿より3両と、97711編成の京王八王子より3両を組み合わせて蘇生したものである。 中期区派7711で派7011左派7561は2代目。7811編成は8両編成だった、97711編成の新宿より3両に、97765号車を組み合わせて、7806編成は、97702編成の中間車2両を抜いて、蘇生されたものである。 中期で歯7206で派7211で派7256で派7261は2代目。動物園線ラッピングが施行された7801、編成6000系の全廃により、動物園線専用となった7801、編成に2011年3月28日より、動物のラッピングが施された。また2018年3月13日から、 同日に、多摩動物公園駅前に開業した子供向け全、天候型遊戯施設、KO 遊びの森ヒューグ及び、KO レールランド、多摩動物公園との3施設合同企画により、ピンクを基調とした、フルラッピング電車に改められた。上浮キラッピング編成が並んだ。ラグビーワールドカップワールドラグビー、主催ラグビーワールドカップ2019の開催と、飛田急駅が、 最寄りの東京スタジアムが開催会場となったことから7722編成に大会 PR のためのラッピングが施され2018年9月22日から2019年11月2日まで運行された7701編成は2011年12月に 7703編成は2012年11月に区波7750型からで派7050型に補助電源装置を移設している。7729編成のドア、開閉予告表示等7729編成は重量、編成下時に、7804編成は、VVVF 可改造時に、都平保安装置を間接制御方式に更新し、各客用ドアに、 LED 式開閉予告表示灯を取り付けた。2014年3月24日付で7711編成と7811編成がそれぞれ7702編成と7807編成に改版された。新出派7102と新出派7152は3度目の改版である。中期区派7702で派7002で派7102。 区ハ7752は2代目。中期、デハ7207デハ7257は2代目。デハ7251の車内7801、編成の車内に動物をデザインした装飾を施すと、共に、デハ7251の補助電源装置を出力219番のものに更新し、2015年3月22日から運行を行っている。 高畑不動異性で6両編成で運転される各駅停車に充当するため2017年11月に7708編成と7709編成の中間の付随車が編成から抜き取られ6両編成化されている2018年度に7422編成と7423編成の正側面行き先種別表示装置がフルカラー LED 化されたまた 2019年度にも7421編成、7424編成、7425編成、7801編成から7805編成がフルカラー LED 化された。正面の表示装置は7721編成から7725編成と同様のものだが、側面は行き先と種別が別体になっている。 7000系では80両に対し、延べ116回の改版が行われている。判例河川付けは、製造時の番号に復帰したもの、灰色値は6両編成の8両編成化によるもの、赤字は VVVF 改造に関連するもの、青字は10両編成各組みえによるもの、緑地はその後の改版を指す。7000系と9000系の並結運転7000系は、 各駅停車用として製造されたが、2001年のダイヤ改定で列車種別を限定しない運用となったこともあり、京王線の各駅停車から特急まで全線で幅広く運用されている。6000系全般以降、競馬場線と動物園線のワンマン運行は7000系のワンマン対応車で運転されている。7000系は6000系と並列運転が可能である。 9000系は6000系、7000系と連結して運用できるよう読み替え装置を備えているため、9000系8両編成と7000系2両編成が並結して運転されることがある。ありがとうございます。